黄色い船がいるの。あ、そうなんだ。わかんないけど、キブナ丼。キブナ丼。キブナ。餃子を予定してんだけど、まさかのキブナ。ありだね。どうでしょう。靴下なんてどうでしょうね。可愛い。あ、出てる。可愛いですよ。キブナいいじゃん。キブナ。ちょうど今までなかったし。みんなどこ行ったんでしょう。これでしょ。いたな。どっちがいい、大きいのと小さいの。もうこっちね、もうキブナを捨てたの。いやもうこれを見つけた瞬間にこれじゃねえ。確かに確かに。え、値段一緒。いや、495円と、こっち600円ぐらい。なるほど。605円ですね。100円近いですね。まあ大いっちゃいます。でかい方が面白いな。なるほど。じゃあこちらで今回は多分ね、まあ、でも一緒か。いや、ギブな靴下の方が嬉しい人はいるかもしれないけど、こっちにしよう。いやいや、ね、もらった時の衝撃はこっちだよ。完全にこっちでしょ。いや、いいね。いいよね。はい、じゃあ こちらで栃木土産いるこれ。いるいるいる。なんて探したよ。鶴です。水戸黄門いいじゃん。インドあったじゃん。ティッシュがあるんだけど。納豆と印籠はどっちがいいかね。どっちがいい？どっちがいいと思う？あー、こっち？大きい方ですかね。OK、わかった。いや、スケースは絶対ちっちゃい方だと思うんですけど。あれは小物入れですか？え？小物入れですか？多分これ小物が入るんだけど、これに物を何入れにすんだよって話だけど。逆にこっちはパンチあるけど持ち歩くにはあれだよね。家に置いとく系だよ。そう。インドにしましょう、こっちの。あー、なるほど。紐の色が違うね、これ。白か、紫か、黄色。あ、バリエーションがすごい。奥側の家紋だからな、これ。あ、白じゃないな。やっぱ、まあ、黄門様のイメージ、黄色あるけど、紫の方がなんか、上質な感じだよね。なんか位が高いイメージあるよね。いや、黄門様カラーでいきましょう。では水戸のお土産はこれにします。これを使って偉そうに街を歩いてください。鶴です。明智光秀、うん、おだちん、それもいいね。おだちんでらちんいいね。おだちんもいいね。サルボボなのかな、やっぱり。うん、サルボボ。サルボボっていうの。うん。じゃあおだちん決めよう。おだちんじゃないですか。
これかな。どれでしょう。これかな。その一本ちょっと安い。まあまあ、いや、いいのよ、安くても。おだちんありがとうサイズ。明智は置いとくのね。やっぱその寄付感があるのは多分織田信長と斎藤道三の気がするんだね。明智は関係ないの。明智はどうだろうね。でも信長のとこの人たちが明智鵜飼キーホルダーね。鵜飼も有名ですよ。鵜飼キーホルダー、岐阜といえば鵜飼だよ。うん、鶴としては鵜の方をちょっと押していく。なるほど。あ、それはそれでいいかもね。鵜飼キーホルダーにしましょうか。岐阜って入ってるし、めちゃくちゃシュールじゃない。鵜飼、うん、のキーホルダーなんて。そうだよ、ね、ある。思いつかなかったもん。鶴飼じゃなくて鵜飼ね。うん、あ、これいいじゃん。鵜飼にしますか。すごい、440円。ちょうどいい。じゃあ、これにしましょう。今回は鵜飼。鵜飼キーホルダー、ちょっとその渋めです。渋めですね。パッと見どういう絵かよく分かんないんだけど。そうなの、一応ちゃんと船に乗ってこう。これが鵜かな。あ、船に乗ってこれ、ここだね。鳥をね、うん、やってますね。やってますね。はい、鳥を取っている。鳥が魚を取ってますね。はい、こちら決まり。はい、行きましょう。鶴です。ゆるキャスどうですか。あったっぽい。今この辺りじゃないですか。お、あ、シャチホコね。いいですね。ドアラ関係って。なるほどね。なるほど、なるほど。あるじゃないですか。ありましたよ。ふんだんにあるじゃないですか。あ、迷うぐらいある。打ち上げ花火あるよ。ドラゴンでかいね。ドラゴン。ドアラ関係いいんじゃないですか。あ、ドアラね。はい。これ来てね。はい。名古屋ですもんね。なるほど。靴下あるね、ドアラのね。ね。かわいいね。これくらいですか。それ何ただのマスコット。あ、マスコットキーホルダーね。すごい、かわいいね。ねえ、シャチホコ。ザ・シャチホコ。シャチホコ。シャチホコ。あれでしょ、和田アキ子のモノマネする人でしょ。シャチホコさんって言うんだっけ。ミスターシャチホコでしょ。はい、シャチホコないのかな。もっと、もっとシャチホコ。ガチのね。ガチの。置物的なね。置物。シャチホコの置物ないのかな。ありそうだけどね。ありそうだけどね。名古屋城キーホルダー。おお、これいいんじゃない？いいね。名古屋城キーホルダー。名古屋城キーホルダーね。ザ名古屋城。これ？あ、ごめん。金のシャチ。金のシャチ。ああ、それシャチね。ああ、いいね、いいね。シャチもいい。金のシャチ。その辺かな。これかだからまあドアラ。ドアラか。ドラゴンズファンじゃない人に当たってほしいよね。あ、パンツもある。パンツ。パンツ男女があれだもんね。まあでもあのお家で部屋に女性にもどうぞ。ボクサーパンツ履いてる女性いるんです。いいけど。あ、そうなんですか。ボクサーだ女性。短パン代わり。へえ。あ、フェチコ的なのもあるね。ねえ。おう、なるほど。泣くんですね。それにしちゃう。いいじゃん。野球好きの主催がピンときました。あ、ちょうどいい。こちらにしましょう。どうなんでしょう。まさかなるとは思わなかった。ねえ。じゃあこれにしまーす。柔らか PP マスコット。はい。PP マスコットって書いてないけど。いいですね。決定。はい、これにしまーす。イエーイ、名古屋。回るドアラ。回るドアラ。回るドアラ。なんかこう違う。